こんにちは今回は資源と産業の10回目ですまずは3つのポイントを見ていきましょう1つ目70%以上の出荷額金属・機械・化学の重化学工業ものづくりの工業は大きく分けると重化学工業と軽工業に分けられます そのうち重化学工業は70%以上と非常に多いということなんですね2つ目出荷額の割合は減り続けている繊維食料品などの軽工業重化学工業に対して軽工業は減ってきている3つ目特に減っているのは繊維工業その理由はということで今回は工業についての学習です。 それでは1つ目のポイント70%以上の出荷額金属機械化学の重化学工業ということでこの重化学工業戦後高度経済成長期に生産額が増えました高度経済成長期というと1955年頃から1973年頃までですねどんどんですね日本が発展していった時代なんですちなみに東京オリンピックも1964年にですね行われています ちょうど高度経済成長期の間だねでこの高度経済成長期、まあ特に発達したのが重化学工業ということなんだけどもこれ3つね覚えてください金属機械化学とじゃあそれぞれねどんなものを作るのかという話をしていきますよ。例えば金属工業ねこれだとです、ね、鉄です、まあ、何より大事なのは鉄でしょう。 だって鉄があるからそこからいろんな建物を作ったり車を作ったりでできるわけですからねもちろん鉄以外にも例えば金とか銀とか銅とかそういうのもありますよアルミニウムとかね、まあ、だけれどもやはり重要なのは鉄ということになるただね日本は資源ががあまりななないい国なんですよ鉄を作るための原料がないだから鉄鉱石とか石炭とかはですね、まあ、今はオーストラリアから多く輸入してますよね まあ昔はね石炭結構日本で取れたんだけどもねまあそういうわけで今この金属工業というのは外国からものを輸入してそして鉄とかを作るということになっているわけですさて2つ目こちら機械工業が日本の工業の中心です一番割合が多いのも機械だと覚えておいてねでみんなね機械っていうとどういうのを思い浮かびますかね、まあ、パソコンとかね まああれは冷蔵庫とか洗濯機とかもちろんそういうのも機械工業だ。だけどもその中でも重要なのがこちらこれ何かというと車作ってますよね自動車工業です日本の工業の中心は機械工業であり特に機械工業の中でも自動車工業と覚えておこうじゃあ最後ね化学工業なんだけども、まあ、どんなものがあるか化学例えばね こちらに書いてますけれども、薬品ですね。まあ、薬品、薬とか、洗剤とかね。まあ、こういうのが化学工業に入るということで。日本の工業の中心、重化学工業の三つ。金属、機械、化学。これを覚えましょう。それでは、二つ目のポイント。出荷額の割合は減り続けている。 繊維食料品などの軽工業ということで、先ほどは重価格、重いのと価格で重価格。今度は軽工業、軽いという字ですよね。まあ、実際にですね、えー、日常生活で使うものを生産と書いてますが、結構軽いものが多いです。で、昔は日本の工業の中心だったんだけども、じゃあ軽工業どんなものがあるか説明していきますよ。まずこちら繊維工業です。 昔はね、まあ、それこそ太平洋戦争が終わる前なんてのはもう繊維工業が、まあ、日本の、ね、工業の中でも中心だった昔は繊維工業が多かったんですどんなものを作るかっていうと簡単に言うとですね、まあ、これですね服ですね服もう服だっていうふうに覚えちゃっていいと思う一回繊維って言ったら服だとそういうイメージ持っといてね他にどんなものがあるかっていうと食料品工業 いやあの重たい食べ物もありますよステーキとかとか言われそうですけどもとにかく食料品はもう軽工業の中に入るとじゃあねななんんで工業なんだと先生どちらかというと農業ななんじゃないでですすか、まあ、確か確にそうですよね先ほど先生が言った肉重たい肉ステーキって言ったってそれは農業に入りそうですただねこれは加工するってことがあるわけですよ 例えば、まあ、こちらですねレトルト食品ということで、まあ、パックに入ってこうレンジでチンみたいなのありますよねああはいはいうちのね家い,いつもレトルト食品ですとか言わないでくださいよそういう寂しいことは。で、まあ、このレトルト食品はですねまあなんていうのかな、まあ、手軽にね、えー、食べられるということで、まあ、売り上げ増やしているとはいええー、それでもですね機械とかの伸びに比べればそんなにないですよね。 まあ食料品工業って言ったらああレトルト食品あるなぐらいのことを思い浮かべてもらえればと思いますその後と「業」というのは焼き物ですね、まあ、陶磁器とかセメントとかそういうのが用業だと思っておこうそして「静止パルプ業」何かって言ったら、まあ、こちらトイレットペーパーねまあイメージね紙を使うものって言ったらねそれトイレットペーパーティッシュペーパーなかったら困りますよね あとは皆様が昔お世話になったおおむつ、ね、いや昔お世話になったっても将来もお世話になるかもしれませんよねおじいさんおばあさんになったらね。というですね、まあ、こういうものが製紙パルプ業に入るということいいかな軽工業はどんなものがあるかなっていったらこの辺り、まあ、少なくとも繊維と食料品はパッと出るようにしときましょうそれでは3つ目のポイント。特に減っているのは繊維工業 その理由はということで、こちらのグラフを見てください。このグラフ、よくテストに出るんです。上の方が昔の方、1960年、下の方が最近ということになりますね。さて、今一番ですね多いのは一体何工業なのか。一番下のところを見ると、この42.7というこの数字が現在一番多いですよね、割合が。 こちらは何かというと機械です機械がどんどん増え続けているっていうのがわかると思いますじゃあね割合が減ってしまってるこれはどれかって言ったらまあ明らかにこれが一番減ってますよね12.3%だったものが1.4%しかないこれは一体何かというと繊維なんです繊維工業っていうのは特に減っているその理由がなぜかっていうことをですね二つ説明したいと思います 1>, 1つ目は何かというと、そもそも日本が高度経済成長期どんどん発展していくにしたがって、重化学工業のものを多く作ろうっていうのがあったんです。その方がまあ値段も高いし利益も得やすい、えー、どん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 発展していくには重化学の方がいいだろうっていう考え方があった。そして2つ目はですね、これらのもの、えー、外国でま安く作ると言った方がいいと。 日本でで作っっってもちちょっとですね値段が高くなっちゃう国産のものってどうしても高くなっちゃいますよねそういうわけで日本の企業だってね外国の企業と戦わなくちゃいけないわけだからこれは日本で作ったら利益が得られないとじゃあどうするか工場を外国に移しちゃうんですね例えば人件費とか土地の値段が安い中国やアジア諸国に移すわけですまあ大体ですね繊維工業服って言ったらどんなお店皆さん知ってますかね まあ,一番まあね多くの人に知られてる会社ってのはユニクロになると思うんだけども、まあ、ユニクロとかはですね海外に工場を作ってそこで服を作って日本にです、ね、また送ってくるわけですね国内で全部作ってしまったら人件費高くなっちゃうだから中国とかアジアジでで作って日本に持っててて日日本本にに持き人も売るわけですよこうやって利益を上げようということで、まあ、繊維工業自体はちょっと国内では減ってきてしまっています。 でまあ繊維工業に限らないんだけれども工場が外国に行っちゃうと日本国内の工場減っちゃいますよねこれね産業の空洞化っていう言葉がありましてこれ大事だよ覚えておいてね空洞っていうのは真ん中が空いちゃっているまドーナツみたいな状態ですよね空洞化産業の空洞化って言って外国に工場が移転しちゃって 日本国内から工場が、ね、減ってしまう日本国内の工場が減ってしまうそうするとちょっと産業も衰えてしまうし、えー、失業者だって増えてしまうかもしれないだってね今まで工場があって働いていた人いたのに外国に移しますよって言ったら雇用の場が減ってしまいますよね、まあ、こういうですね外国に工場を移すことによって産業の空洞化というものが起こってしまうこういうものも心配されています。 それでは今回学習した内容を練習していこう。まずはこちら工業の名前を今回は覚えていかなくちゃいけない。まず日本の工業を大きく二つに分ける。上は金属機械化学。これをまとめてなんていうかというと、重化学工業ですね。工業の生産額出荷額の七十パーセント以上は重化学工業。 それに対して繊維や食料品など、こちらは何というかというと、軽工業でしたね。重価格に対して軽だということです。そしてこちらのことは、先ほど説明しました。生産コストを下げるため海外に工場を作ると。まあ、これによってですね、えー、国内のものを作る力の低下、あるいは失業者の増加にもつながってしまうという問題もある。これを何というか。 こちらは産業の空洞化と言います同という字気をつけてね産水に同じという字です産業の空洞化覚えておきましょうそれでは続いての練習今度は重化学工業と軽工業が書いてあって まあその中にどんな工業があるかなということをやっていくよじゃあまず1つ目鉄などの生産これは何かというと金属工業で,す、ね、では2つ目出荷額が最も多い工業これは何かというと機械です ただ機械にもねいろいろあってその中でも日本の工業の中心といえば何かこれはは自動車工業だね愛知県の豊田市は有名ですじゃあ3つ目薬品などの生産ということでこれはですね化学工業ね。金属、機械 化学これで重化学工業じゃあ次は軽工業ねこちら服などの生産といえば何工業かというとこれは平仮名でもいいよ繊維工業ね繊維が服というのは覚えておこうそれでは最後の練習こちらのグラフを見て丸一、丸二。 丸3に当ててはまる言葉を考えてくださいではですねまずはまあ二丸三なんだけども二からいこうかこれ割合が一番大きいからこれで分かるんじゃないかな。何工業か丸2は機械工業ですね。そして次1と3どっちからでもいいけどもじゃあ3からやっていこう。 昔はまあ多かったけども減ってしまったもの減少し続けているものといえば繊維ですよねじゃああともう一つこちらは何かというと金属金属工業ですね。 まあこのようにグラフをを見てて特徴を、ね、抑えていく一番多いのは機械だ減り続けているのは繊維だというね、まあ、こういうふうに読み取っていくことも大事です。それでは今回学習した内容をおさらいしておこう。1つ目70%以上の出荷額金属機械化学の重化学工業。 中華学工業はこの金属機械化学なんだけども特に機械が多いという話をしました2つ目出荷額の割合は減り続けている繊維食料品などの軽工業ということで軽工業は30%未満になっているね3つ目特に減っているのは繊維工業その理由はということで1つは高度経済成長期に。 重価格工業が増えていったこちらを伸ばしていこうという国の考え方もあったそしてもう一つは産業の空洞化、まあ、これはですね繊維以外のところもあるんだけれども外国に工場を移すっていうことね国内じゃちょっとお金もかかるということで外国に工場を移すっていうことも影響しているこのような話をしましまた今回は「資源と産業」の10回目工業についての学習でした。 まあ繊維工業が減り続けているっていう話をしましたけれどもまあこれはねい、まあ、いいことということととうでもあるんですよ、まあ、もちろんそれはね洋服作ってるところとかからしてみればね困った話なんだけどもまあ先ほどね日本は人件費が高いからそれで外国に工場を移したっていう話をしましたよね。まあ、確かにその通りなんですよ日本は人件費が高いってことは他の国に比べればまあまあお給料をもらえてるということになるわけですよね。 まあだからそういう意味では日本が豊かな国であるからこそ外国に工場を作ろうというふうにも思うだから産業の空洞化が全てね悪だというふうふにもま,た言えないと思いますただ産業の空洞化があまりにも行き過ぎてしまうと国内でものづくりをしなくなるこれは長いスパン何十年というスパンで見たら外国はどん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 技術が進歩していって日本国内はそれに追いついていけなくなってしまうこのような問題点もあるわけです。 まあだからね、えー、利益ということを考えればそれは外国で作るというね、その方がもちろん利益は安いんだけども、まあ、バランスある程度国内でも開発するというね、こういうバランスが大事になってくると思います。